長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってる奴なんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。元気そうだな。あの女俺の獲物や。あんたも死ぬ気。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。お前ら金を探し出してここに連れてこい。生け捕りにして俺の前に出せ。何の真似だ。悪ふざけにしちゃう太刀が悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろ。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ。檻なんだよ檻。檻ん中のお前が何黙って出てんだよ。なあなあ。私を殺しに来たんなら、なんで助けたの？なんで殺さないの？桐生さんがご存知かどうか、東条会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東条会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。東条会の内通者ってことか。よく来たな。こっちの欲しいもんは分かっとるやろ。牧村誠ちゃん、あんたあの子どこに隠しとんのや。何遠慮しとるんや馬島。その猫を殺してやったよ。
一緒に踊ろうぜ、キリュウ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の策だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。でもバカな俺は信じるしかねえんだよ。